裾野市の保育園で園児を虐待したとして元保育士3人が逮捕された事件で今日う裾野市は園児と保護者を対象に心のケアに関する相談会を開きました6月裾野市の桜保育園で園児の両足を掴んで宙づりにするなどの暴行を加えた疑いで当時働いていた保育士の女3人が逮捕されました 捜査関係者によりますと3人はいずれもおおむね容疑を認めています市は事件を受けて午前10時から裾野市民文化センターで1歳児クラスの園児と保護者を対象に心のケアに関する相談会を開きました市によりますと昨日までに5つの家族から申し込みがあり保育の専門家による講話や 民間から派遣された公認心理士による個別相談を行ったということです市は1歳児クラス以外にも対象を拡大して今後も相談会を続けるとしていますこれまでに保護者からは転園や別の園での一時預かりの申し入れがあったほか来年度の入園希望者からは41件の変更手続きがされています